6号艇坂本博人選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ここまで船足の仕上がりはいかがでしょうか。そうですね、まあ、全体的にバランスが取れてるんですけど、まあ、ちょっと重たさがあるかなと思います。はい、まあ、では明日の作業としてはちょっとやはり重さを取る、そのあたりが中心になりそうですか。そうですね、まあ、スタートのする感じ、行き足がちょっと物足りないので、はい、まあ、プロペラを中心にやっていきたいと思ってます。はい、わかりました。6号艇という枠になりました、はい、コース取り含めてイメージどうですか。まあ、6コースで行こうと思ってます。はい、わかりました。今節スタートに関しては見え方いかがでしょうか。もうスタートは、まあ、スローは今節も見づらくて、まあ、そうですね、あんまり行けてないんですけど、はい、まあ、ダッシュなら、うん、はい、見えてると思います。まあ、では明日6コースかなといったところなので、スタートはまあ思い切っていけるかなといったところでしょうか。はい、そうですね、はい、はい、分かりました。それでは最後にファンの方へ向けて一言お願いします。はい、優勝できるように精一杯頑張りたいと思います。